皆さんこんにちは。アダックスセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは嫌われる勇気から学ぶ年上の部下指導編です。年上の部下を指導するという表現がねいいかどうかは分かりませんけれども、まあ年上の部下のマネジメントって言ってもいいかもしれませんけれどもね、今やっぱり少子高齢化になってきて、これからね間違いなく自分の上司が年下になる、もしくは自分の部下が年上になるってことはまあ増えていくということですよね。それはもう皆さんどうでしょう、一般的になりつつあるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから最近これこれなんでって言われた時に私がね違和感あるのは2つあるんですよ。一つはねプレイングマネージャーなんで私とかねいうのと、あと私の部下年上が多いんですってね、これこの2つです。プレイングマネージャーと年上の部下、うん、そんなの普通だってっていうことです。いやーなかなかね私プレイングマネージャーなんでって、だから何っていうふうに言いたくなります。今ですねほとんど 90% 以上のマネージャープレイングマネージャーですよ。単なるマネージャーって私何って言いたくなりますよ。このなんだろう、デジタルトランスフォーメーションの時代において自分自身がね何にもプレイヤーやらずにマネジメントする、それ何の必要があるのって言いたくなります。私はあの RPA、 まさにロボットですよね。 RPA ロボットの技術でやっぱりマネジメントの補完ってすごくできるようになってきたというふうに私は考えています。ですからもう 2,3 年もすればですね、例えばうちの課長5人いるんですっていうところはね、うちの課長2人ですって、であとはマネジメントはロボット RPA をやってますっていうふうになるってこともね考えられるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そっちの方が圧倒的に精度が高かったりとかするかもしれないんで、今回はねこの嫌われる勇気という書籍からですね、じゃあどうやって年上の部下指導していったらいいのか、マネジメントしていったらいいのか、まあそんな話をねしていきたいと思います。この動画最後まで見ることによって、まあ年上の部下ねいらっしゃる方は、ああそりゃそうだよなとかね、ああなんかねこう胸つっかえてたものがスッと取れたと、いやありがとうございましたっていうふうにね思うんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今回のテーマは嫌われる勇気から学ぶ年上の部下指導編です。この他にもね部下指導編と営業活動編があります。この嫌われる勇気から学ぶと、この書籍ね2013年の12月に発売されてもう7年近く経っていますね。未だにずっとベストセラー続けているっていう、まあ驚異的な書籍ですね。普通はボーンと売れてまあ緩やかに落ちていくわけですね、どんな大ベストセラーであったの。だから200万部超える本っていうのはもちろんね何年かにね1冊ぐらい出てくるんですけど、これはね多分何十年に一冊なんじゃないかなと思うんですよ。だってずっと未だにあの上位なんですよね。ちょっと信じられないかなというふうに思います。だって7年ですよ、7年。米津玄師さんのレモンっていうね歌もずっとね、ロングセラーですけど、あれがまだあと5年ぐらいもずっと例えば年間のヒット曲のベスト10とかベスト20に入ってるっていう感じ、それってちょっと普通ありえないじゃないですか。これそういう感じですもん、うん、だからそれぐらい売れてるという書籍なんですね。ちなみに他の動画でも言いましたけれども、あの青いネクタイと青いね、ポケットチーフにしてるのはこのカバーデザインに合わせたということです。このタイトルがね本当にいいですよね。まあつまりこのタイトル通りに行きましょうということですよね。ですから年上の部下に対して何気使ってんのということじゃないですか。いやー年上の部下だからちょっとやりづらいっすよとかね、いや昔の上司なんですよその方、その方がね私の部下になってしまってどうしたらいいんでしょうっていう人がいるんですけど、いやどうするもこうするもないという感じですよね。だからあのこの本に書かれてあることで、しかもその他の動画でも私お話ししているのは、まあ、2つのポイントなんですね。1つは承認欲求を否定する、もう1つは課題を分離するということです。ですから承認されたいとか認められたいとか評価されたいとか、あとまあこのタイトル通り嫌われたくないとかね、そういうものっていうのはもうちょっとね、捨てましょうということですね、うん、だからさっき RPA っていう話をしたじゃないですか。ロボットっていうのはまあ多分そんな感情がないんですよ、まあ、多分じゃなくてそういう感情がないわけですよ。承認されたいとか嫌われたくないとかね、そういうものがないから淡々とやるじゃないですか。これが正しいと思ったらやるわけですよ。だから承認欲求っていうのを否定する、まあ、ちょっと置いておいて、評価されるのか、ね、好かれるとか嫌われるとかそういうね感情はちょっと置いておいて、で課題を分離するっていうのは何かっていうと自分の課題と他人の課題を分離するということです。ですから部下が年下であろうが年上であろうが関係がないっていうことですね。この課題はこの部下のもの、そしてこの課題は上司である私のもの、
ものということです。これを一緒くたにしてしまうと悩みが深くなっていくということなんですね。ですから、まあ、もう一つの動画、部下育成編でもお話をしています。やるべきことをきっちりやってるかどうかなんですよ。それに対してしっかりと介入していく、これできていませんよね。じゃあやるべきですよね。いつまでやりますかっていうことをきっちり言うことじゃないですか。で、特に教育ってあんまり必要ないですよね。まだまだ経験が浅いようなそういった部下だったらともかく経験は結構ねあると。だけど、まあ管理体制上自分が上司になってしまったということがあるじゃないですか。でも年上の部下っていうことは多分何らかの経験が豊かなわけですよ。マネジメント能力は自分の方が高いとするじゃないですか。そしたら、まあ、その方に対しては教育っていうのはあんまり必要ないかもしれないんで、そうするとやっぱり行動管理じゃないですか。で、ここで重要なのは、その他の動画でもお話してるんですけど、ベテラン社員になればなるほど自分のペースで仕事をするようになるんですね。これがね、悪いことなんですよね。私51歳なんですけど、もう本当にそうです。社長でなおかつコンサルタントであると、どうしてもね、自分のペースでね、仕事をしやすくなるんですよね。これはね、あんまりよろしくないですよね。自分を律するっていうことはなかなか難しくなっていく。で、外部環境の変化にね、なかなかついていけなくなるんですよ。だからやっぱりベテランになればなるほど、いやー、まあもう私もね、この年齢になってね、なかなかちょっとついていけませんわみたいなことを言う人がいるわけですよ。ついていけないってことは周りのペースについていけない、つまり外部環境の変化についていけなくなっちゃったみたいなことですよね。新型コロナウイルス感染症の影響によって、例えば在宅勤務とかね、テレワークっていうものが普及し始めた。 Zoom っていうね、そのオンライン会議ツールを使って人と人とコミュニケーションしたりとか、リモートの営業したり、オンラインの会議やってるっていう人がいるわけじゃないですか。ところがなかなかね、そういうことをやりたがらないような年上の部下がいるとするじゃないですか。で、そういう人に対してどう指導しますかって言った時に、いや関係がないと、それはやってくださいってことです。なので、年下の部下とかね、社歴がまだね自分よりも浅い部下だったら、いや、きっちりやんなさいよって言ってもいいわけですよね。やっぱり会社のペースに合わせていかなくちゃいけない、上司が言ってる通りにやんなきゃいけないなっていうのはあるんだけど、でも年上だったりするとどうしてもね、自分のペースみたいなものがもう気づかれちゃってるので、いやー、なかなかね、そのペースではみたいな感じになるので、それはまずいですっていうことですね。私は絶対達成のコンサルタントですので、目標から逆算して行動を変えていかなくちゃいけないんですよ。だから絶対達成っていうのはそういうことなんですね。自分のペースで仕事を絶対してはいけません。目標達成ベースで仕事をしていかなくてはならないということですので、年上の上司、年上の部下であればあるほど自分のペースでね、仕事をしたくなるかもしれませんので、ですから介入度合いね、増えると思いますよ。年下の部下は 2,3 回言えば、まあね、言うことを聞いてくれるかもしれないんですけど、年上の部下だと、まあ、5,6 回言う必要があるかもしれないですね。でもそれは、必要なことだということなんですね。その他の動画でも必ずお伝えしているこの嫌われる勇気のところ引用しますね。あなたにできるのは自分の信じる最善の道を選ぶこと、それだけです。一方でその選択について他者がどのような評価を下すのか、これは他者の課題であって、あなたにはどうにもできない話なのですということですね。ですから自分が正しいと思うと、口の聞き方は絶対ね、気をつけなくちゃいけませんよ。人生の先輩ですから。ですので、これができていませんので、きっちりやってもらえませんかって言った時に、年上の部下だから、なんだよと、昔俺に世話になっておいてそういう言い方ないだろうとかね、頑張ってる俺だってなんだよ、ちょっとやれないぐらいでそんなこと言いやがってこの野郎ってね、もし言ってきたとしても、こちらとしては最善の道を選んでるんですよ。ですから相手から嫌われようが、相手からどのようにバッド評価されようが、自分の、ね、最善の道を選んでくださいっていうことですね。つまり嫌われる勇気を持てということです。それが正しいと思ったら、なかなかね、誰々さんって言うこと聞いてくれないんですよ。もうね、言うの嫌になっちゃいましたよ。でもしょうがないじゃないですか。で、全然聞いてくれないんです。もういやー、昔の部長だからやりづれーわーみたいなこと言ってちゃダメです。それは全然ダメ。もうこれからの時代そんなんで、もう淡々とやる必要があります。インパクトかける回数によって人の思考パターンっていうのは変わっていきますので、回数が必要なんです。年下の部下はちょっとインパクトね、強めでもいいかもしれないんですけど、年上の部下にインパクトガーンってやっちゃったらいけないじゃないですか。ですから回数です。回数分かりますけれども、これはお願いしますということですね。これね、クレーマーと一緒なんですよ。ですから、なんかこういうことをやったりとか、へりくだったりとかね、そういうのはやめてください。いやー、まあそういうこと言わずに、まあ誰々さんお願いしますよみたいなね、もう昔世話になってることは分かるんですけど、もうちょっとね、私の顔に免じてちょっとやってもらえませんかねみたいな、そんなことをする必要はありません。クレーマーと同じような対応ね。相手はクレーマーじゃないですよ。クレーマーじゃないんだけど、淡々と言い分は分かりましたけれども、これはやってください。会社で決まったことですし、
実際に誰々さんも2週間前にこれをやるというふうにお話ししましたよね。記録が残っています。ですからやってください、お願いします。全員がやってることなんでっていうことですね。毅然とした態度を取るということですね。まあこれからはね、やっぱり年上の部下の指導というかマネジメントで悩む人って非常に増えてくると思うんですけど、それはねもうこの嫌われる勇気を教科書にして、で、臨んでいただきたいなというふうに思います。今回の動画いかがだったでしょうか？ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画、参考になった、気に入ったという方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。